鳥の巣チャンネル。そうですね、まずは起きてコーヒーショップに行って、で、チョコレートスコーンとコーヒーを飲んで、で大学に行くという流れでしたね。当時はもうそれ一色なんですよね。とにかく絞るのに朝しか食べないっていう感じでしたね。このまず朝起きてコーヒーショップ行くっていうのがルーティーンだったなっていうのがすごい特に印象的だったなと思いますね。僕は武蔵野音楽大学だったんで江古田なんですね、校舎が。で駅も近くて一本で行けたので大学まで住んでましたね。すごいスタバがたくさんあるんですよね、池袋。でも本当楽しみでドリップを砂糖もミルクも入れてました。この辺にもねあったんですよ、スタバが。スタバだから、そう、まずあそこのホテルでよくお母さん来た時ビュッフェ食べてたな。スタバだけじゃないんかいって。大学生の時に住んでいた池袋要町という場所にある、マンションの前に来ております。間取りはね 2LDK、 和室一つとあと寝室とリビングがあって、家賃が14万5000円でしたね。防音ではないんであんまり大きい声では歌えなかったので、結構たまに発声練習すると隣から苦情が来ると、そういう状況が続いておりました。ちょうどこの1個だけ出っ張ってる場所ですね、この2階のところなんですけど、そこに、住んでおりました。いやー懐かしいけど、なんかすっごい変わってるとこと変わってないところがあるんだけども、ちょっと一つだけ確認したいところがあるんですが、もうなんだろう、昔からあるマコという喫茶店があって、もうすごい味がある喫茶店なんですけど、ちょっと歩いて5分ぐらいのとこなのかなにあるんですけども、もしそれがクローズしてなかったら嬉しいなと。ちょっとそれだけを確認しに行ってもいいですかね。 OK、 あ、じゃあちょっと行ってみましょう。これ右です。はい、でこっち行ったらもうすぐ、後ろ行ったらすぐ要町の駅で、これまっすぐ行くと池袋駅なんですけど、わざわざ池袋駅から乗ってましたね。マコとかスタバに行きたくて。そう、なかったです。ここは、池袋の芸劇前ですね、西口公園前。変わったな、だいぶ変わったな。この芸劇はね、僕覚えてる限りで2回は歌ってますね。皆さんは来てらっしゃいますでしょうかね。これ2000人入るんですよね。ほんと大きくて音響が良くて素晴らしいホールですけどね。もうなかなか2000人埋めるの大変でね。でも結局埋まりましたね。自慢。いやでもすごかった。スタンディングオベーションだったのが忘れられなかったね。まあ一つね、この場所でホールでやった以外の思い出としてはね、ストリートライブをやりました。やってせーのでやったらザーッと雨が降ってきて撤収ですよね。それが僕の唯一のストリートライブ。だけど集まったから300人ぐらい来た。リメンバーという曲とマイフレンドという当時インディーズで出してた曲を歌ってたな。3曲かな。ちょっと大昔で覚えてないから、自由の翼も歌いましたね。そうですね、懐かしい。全部自分で作詞作曲してレコーディングして2000枚手売りしました。
うん、当時もうでも本当レコード会社と事務所に入りたくてもう100社ぐらい受けた話につながるんですけど、いつもしてる。あ、2000枚売ったら勝手に500枚造反されて、ちょっとそれで頭にきましたねそういう思い出がありますね。すいません、当時担当の方申し訳ございませんでもなんかそれがあるから今があるっていう感じですね。嬉しい。そうですね、ライブハウスの店長かな。渋谷の多作っていうライブハウスでマンスリーでライブをやっていて、50人入れば もうパンパンになるようなライブハウスだったんですけど、そこで必ず月1でライブをやることっていうのをやってたんですけども、まあ、僕をブッキングしてくれた店長がものすごく応援してくれてて、でもうそこでずっとあの事務所が決まってからも やってたんですけども、その人がやっぱり背中を押してくれたり、叱咤激励してくれましたね。曲もっと作んなきゃダメだよとか、やっぱり動員を増やすにはどうすればいいかとか、いろんなことを語ったりして、だから僕がデビューしてオーチャードホールの2000人埋めた時に涙流して喜んでくれましたね、その店長は。多作でうちから巣立った人でオーチャードを埋めた人は乗りますただ一人だって言ってくれて、それはすごい嬉しかったな。でも20枚チケットノルマってあって、それを売らなきゃいけなくて、21枚目からバックするっていう制度だったんですよねライブハウスの。21枚売らないと本当に入ってこないという自分に。だけどその当時一緒にやってたバンドとか、あのギターの人とか、あのバイオリンの人とか、パーカッションの人とかもギャラはいらないから、ノリマサが大きくなってくれればいいって言って、出世払いねって言ってくれて、付き合ってくれたのは本当に嬉しいなと思いますね。でもあれから20年以上経って本当に変わっちゃったなと思いますけども、でも思い出は変わらないなと思います。そしてこの芸劇はですね、一番忘れてはいけないのは学生時代ですね。僕は武蔵野音楽大学の声楽科を卒業してるんですが、まあ、当時今はどうなんだろう分かんないけど、読売交響楽団、読響ですね、読響と武蔵野音楽大学がの声楽が、まあ、契約してて、大工をまあ、武蔵野の声楽科、まあ、ちょっと声楽科が足りない時はピアノ科も借り出されるんですけどあの人数足りない時は毎年定演という定期演奏会ね、読売交響楽団のでこの芸劇で何十人の中で歌ってましたね。まさかねその時は自分がデビューしてソロでここに立つとは思っていませんでした。だからそれを合わせるともう10回以上当たってますね。毎年4年間2回ずつ2、3回あるんで毎年、はい、そんな思い出があります。藤沢のりまさです、今僕がいる場所は見てお分かりのように、普段僕が、レコーディングしてる、マイスタジオでございます。ここで、チェンジングポイントも全曲レコーディングいたしました。もう気づけば今年で、デビューして、15周年になります。本当に考えてみればいろんなことがあったな。今回のチェンジングポイントは去年11月23日に発売して、もうそろそろ半年が経とうとしておりますけども、皆さんどの曲が好きですか？僕もねよくラジオ局とかテレビ局に行ってどの曲推しですかって言われるんですけど、どの曲も、まあ、パターンも違うしストーリーも違うんで、推し曲全部ですって言うと笑われるんですけどまあっていうぐらいいろんなバリエーションの曲が入っておりますので、なかなか決めがたい部分がございます。まあこの曲は、まあ、一番今まで作ったアルバムの中で冒険もしたし苦労もしたし楽しかったし、
時にはプロデューサーの松井先生とぶつかり合うこともあったし、刺激になることもあったし、本当にまあ自分の歌い方とか表現曲の世界観も、再度改めて見つめ直すことができたアルバムじゃないかなというふうに思いますね。まあ前回のラルチェからも含めなんですが、ボーカリストという部分が多かったんですが、チェンジングポイントでは、ソングライティングの部分を、の力を問われる、そんな作品作りを、松井先生と一緒にさせて、いただきました。松井先生がなんか僕をこう作曲家へと導いてくれたというか、いざなってくれた、そんなアルバムになってます。松井先生がこれ来るんですよ、来られるんですねで、一緒に撮りながら真横に先生がいらっしゃって、違うそういう歌い方じゃない、まあ、あの時には厳しく、時にはいいねって言ってくださったりして、まあ14曲生まれました。まあ聴いてくださった方は分かると思うんですけど、最初に、何小節か自分の声で、あれ7声ダブルだったかな、まあ一人多重録音があって、あれが意外となかなかうまくこうハーモニーとして出来上がるまでにものすごい時間がかかったなっていうふうに思って、あれをずっと一人多重録音でやる達郎さんってすごいな。例えば「あー」ってあると「あー」ってビブラートがあるじゃないですか。それを全部その上に3度上げて「あーはーはーはー」ってあるとしたら「あーはー」もう「はー」を取った後に「あー」っていう「あー」っていうビブラートをが一緒じゃないとなんかバラバラになっちゃって、アンサンブルとして聴いた時に合わないんですよね。それの合わせるのがすごく大変でしたね。前のテイクを何回も聴いて、それにそういうスタジオワークが、まあ好きなんでしょうね、もともとやっぱりスタジオワークがね。でもずっとあっという間にレコーディングしてたら8時間とか10時間とかが経って、まあ曲の作り方とかもやっぱりそうですね、50曲近くになりますけど、松井先生と一緒に作った曲はどん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 作っていくと同じ曲になったりとか、やっぱり展開が一緒になっちゃったりするんですよね。だからそういう時は本当にそっち行ったらまたノリマさんになっちゃうよ、いつものって言ってくださって、松井先生が、だからちょっとファンを裏切るような、そういう裏切るじゃないですよ、あそっちに行くんだみたいなコード感だったりとか、メロディーもちょっとこうレゲエだったりとか、そういうメロディーっていうかリズムパターンもですね、そういうまあところとかも工夫しながらチェンジングポイントが出来上がりました。 Yes, I do、 キスはまだ終わってないの楽曲ですが、藤井さんの今さにはない、今までなかった楽曲ですね。まあちょっとこうアップテンポな、ラブソングですけど、今回はミュージックビデオも作らせていただきました。もともとこの曲は、まあ、ハッピーな、ラブソングで、会場でみんなコール&レスポンスして、まあ、ちょっと振り付け Yes, I do まあこれは定着しつつファンの中ではあるんですけども、また今回、ミュージックビデオ、Yes, I do を撮るにあたり、たくさんファンの方から、愛情こもった、愛犬と戯れる、もう素敵な動画をいただき、またこの曲のイメージが変わったんではないかなというふうに思います。ライブでは Yes, I do として、そして、ミュージックビデオでは Yes, I do として、この曲を聴いて楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。さあ、まあ本当に昨年はランチショーを23本やらせていただいて、コンサートもたくさんあって、充実しておりましたが、今年に入りまして、まあ、1月2月はほとんど動いてなかったんですが、実は
まあ、5年ほど前ぐらいから整体にちょっとしたなんかしこりみたいなのがあって、なかなかちょっとこう、まあ、治療はしてたんですけど、の飲み薬とかを、飲んで治ったりもしてたんですけども、ちょうど去年の夏ぐらいかな、これはちょっとポリープになっちゃったから切った方がいいんじゃないかっていうふうに、主治医の方に診断を受けまして、今年の1月に、まあ、ポリープを摘出手術をいたしました。手術してからはしばらく声は出せなかったので、1月2月はほとんどというか沈黙状態だったんですが、まあおかげさまで前よりも声がすごく出るようになって、あの手術する前ですね、ちょっと内部な部分もあったんですけども、やっぱり声が変わっちゃうんじゃないかなとか、すごいもう歌えなくなっちゃうんじゃないかなっていうようなところまで、すごいなんか孤独でしたし、まあで第一声出した時に声が出た時はもう思わず泣きましたね。うん、よかったなって。やっぱり自分からこう歌うことを取ったら何もなくなっちゃうっていうことを改めて感じました。両親からもらった大切な声なので、大事にこれからも長く歌い続けられるように努力していきたいと思います。まあ本当はちょっと皆さんにご報告はしないでおこうかなとかも思った部分もあるんですが、今後とも皆さんにちょっと、まあ、藤沢のりまさをよく知っていただけるために報告した次第でございます。そして、今年15周年を記念して藤沢のりまさ、15th anniversary concert evolution、開催中でございます。4月30日は東京町田市民ホール、そして5月13日は、大阪サンケイブリーゼ、そして6月18日は僕のふるさと北海道共催ホール札幌ですね、ありますので、まあ、エボリューションという、まあ、進化という意味ですけども、15周年の集大成プラスアルファ、何か進化、新しいことにもチャレンジしていきたい、そんなセットリストになっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタン押してね。